算数図形、意外と悩む長方形の面積問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。次の長方形 ABCD の面積を求めてください。では解説をします。結論から言うと 6×5 で30平方センチメートルが正解となります。2点 DE を結ぶとき、三角形 AED が出来上がり、その面積は底辺を AE、 高さを DF と見ると上のようになります。さらにその三角形 AED を底辺を AD と見ると高さは AB、 つまり長方形 ABCD の半分の面積の三角形となるので、長方形 ABCD はその2倍の30平方センチメートルとなります。おまけ問題です。長方形 ABCD があり、 AE たす CD イコール DE、 角 CBD イコール39度の時、角 ADE の大きさを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。